くりした。多分アーカイブずっとゲームどうすどう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 思う。一個一個長いね。もうここで切りいいからここでやめとこうか。って言いながら、って言いながら気になっちゃってる。これは。どうやって出んの？どうやって出んのこれ。ちょっとここだ、なんか突然出れないから気になっちゃった。なんかハエみたいな虫の音聞こえね。あらやだ。あ、そう。あの必殺の石つぶて。行くぜ。あ、かわいい。やられた。そう落ちるんだ。そう落ちるんだ。かわいい。そう落ちるんかい。それはかわいいわ。やられてもうた。邪魔なんかい、ほんで。ぺい。よっしゃー。もうちょっとやる？いや、俺がやりたいだけなんだけどさ。ちょっと気になるよね。気になるわ。ずっと気になるんだけどさ。ああ、そう。きっとあそこだね。Come on. でもここからどうやるんだべや。ここから。ああ、園長ごめんなさい。ごめんなさいって言っちゃうな。ごめんなさい。園長しちゃいました。すいません。重いんか。そうか、重いんか。下向いたまんま、下向いたまんまだったらいいのかな。まっすぐ横にいけんのかな。やっぱいけないんだもんね。ってことはもう眠い人本当寝ないとダメよ。勝手なこと言ってるけど。ああ、そうですか。ああ、そうですか。こういうこと？こういうこと？右手。
惜しかったね。そういうことじゃないかな。でもここ案外いけんじゃないかなと思ってる。えい、びくともしねえ、びくともしねえ、びくともしねえ。うーん、新しいアクションがあるんだね。新鮮かもですね。そうなんですね。大高跳びってことじゃないよねこれね。大高跳びみたいにできたらすごいよね。上がらんなそりゃそうよな、上がらんよな。これをさ、こっち持ってったらどうなる。てい、バチが当たった。お、お、上を向けば上に行くから、そっか、分かった分かった。上を向けば上、あーでもそっか、重いのか。重いから左が下がっちゃうんだ。そういうこと？そういうことはどう？このままさ、このままさ行ってさ、こうやってさ、こう平行に保ってさ、でさ、こうやってさ、まっすぐにしてさ、えい！いや、いけないんって。ジャンプ全然できん。もしくはもう普通にこう斜めに橋渡しして、あ、なるほど、なるほどしてない、全然なるほどじゃない。よいしょ、上に向けてここで、こっからジャンプは？不安定やね。あー、ちょっとでも、ちょっともう一回やっていい？思うやつを。真ん中持って。真ん中持って。ジャンプは重くてできなかったな。できるけど下になっちゃうな、これが。ってことは上を向けてからジャンプすればいいのかな。上を向けて左に行きながらジャンプ。おっし、いったこれ正しいとは思えないけどな。これ相当でも無茶してる気がする。あーメンズ。すごい、この広がってる感いいね。ダークソウルのアノールロンドってところに来た時のイメージだわ。いや難しいけど、こう自由度が高いから何パターンかありそうよね。その上等手段はあるとしても、なんかその方法だけじゃないみたいな。と言ってる間に一周しました。小さなコインはありませんでした。
個で曲げる。へえ。やっぱ何パターンかあるんだね。すごいね、そのこのゲームの幅広さは。そこにこの音楽だもんね。ちょっとこのいいよね。これどこのゲームなんだろう。すごいなんか北欧っぽい感じがするよね。アメリカのゲームなのかな。アメリカのゲームっぽくないよね。投石機だ。カタパルト大好き。カタパルトいいよね。案外カタパルトって飛びすぎて飛び立った時に足の骨折ったりするからね。これは方向は何も動かせなそうだもんね。あ、かわいい。なんたるかわいらしい。じゃあ小さめのやつはね。どこ持ってんの。いや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 、どこ持ってんので、なんかすげえ紙みたいな音すんな。これ紙なんか、紙ってことか。あれ、ちょっと待って。あー、ジャンプじゃいかないな。案外乗らないな。あっ、あっ、アホアホアホ。そういうこと。もうちょっと行く。もうちょっと。もうちょっと。あ、下がった下がった下がった。あー、すごい。いや、もう親切にしとけや、始めから。こうなったら大きいの置いちゃうわけ。大きいの置いちゃうわけよ。上がらん。上がった、上がった。頑張って頑張って、欲張りだから上がんない。上がんないのも可愛らしいじゃないか。これはどうかな。上がらん。これにしよう。はい。よいしょ、よいしょっと。ふうふうふう、できた。でさ、狙いはさ、どこなんよ。あの壁か。狙いはあの壁。そのままとりあえずやってみようか。地味。かわいいな。地味やね。よいしょっと。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。あ、こんぐらい下がれば乗るかもしれない。いけ。乗った。これで一撃だ。
これさ、今行ってもさ、あれ壊れない気しない？え？挟まった。もうちょっと投げとこう。ああいうのなんか、いけるべって思って行ったら、逆に遠回りになったりするから。そう。次チャイチーなやつでいいな。足の下通ってるって、いやいやいや、すごい。ポーン。テケテンテケテンテンテケテンテンテケテンテン。ちゃんとして。これ眠くなるね、音。あ、でもうちょっと前に行った方が良さそうだね。はい、はい、いってらっしゃい。よし、時間かかった。こっち何もなかったっけ。何もなかったか覚えてねえわ。何もなかったかな。急に鳥と会話するやつ。乗ってから、乗ってから石落として。面白いこと考えるね。それ絶対あれだよね。ちょっと乗ってみるわ。近いもんね、あのトリガー、トリガーが近いから行けるよね。もう俺だけで行くわ。いや、わかるっしょよ。わかるっしょ。どうしたいかわかるっしょ。そう。んで、これをね。面白い。いや、いける可能性あるね。こんな足音してたっけ。広いね。なんかやっぱミストみたいな世界観だな、この夢のような感じね。ほい。開くんかい。まあ開かないよね。違うね。でもここ開けといてよかったってなりそう。よいしょ。これは眠くなるね。ちょっとあんま大きい声出さないでしょ。普通に見てる人は見てね。ちょっとマイクの量下げようかな。マイクの量下げるわ。そしたら寝落ちできるべや。こんなもんでどうかな。どう、こんなちっちゃい声。一人発射。あ、できるんだ射出。ちゃんへこうご期待。ご期待されてる。お、もう開くんだ。声ちっちゃい。てかもう何、
みんな寝てる？74人寝てる？ほとんど。それはそれでいいぜ。起きてる。大丈夫？声。こんぐらいの方が多分そのまま寝ていいからでも。スタでやるの。勘抜きがあるな。マイクちっちゃくしたんだけど聞こえづらいことある。みんなが、みんなそんな感じ？大丈夫？マイクの音量大丈夫？誰もそれに答えてくんないんだけど。ここさ、水と思いきやいける気がしない？凍ってない？行ってみよう。えい！委託した。あ、イヤホン上げた？じゃあちょっと戻そうかな。なんかあんまり大きいと、でもなんかこのまま寝たらさ、この夢見そうじゃない？よし、ちょっと中間ぐらいにしといたよ。中間ぐらいにしといたよ。戻したよ。あ、ここは開くね。一旦ここ開けようか。でもここ来たから、こっちにも行きたいな。行ってみよう。うわー、夢見そう。こんばんは。今来たんかい。大丈夫？眠くない？眠いよね。俺これやってて眠いもん、ちょっと。やめちまえ。やっててちょっと眠くなる。ほんわかして。一旦ここ降りまーす。降りて。よいしょ。よいしょ。こっち。おい。誰かいないかな。ミイラいないかな。ミイラ。ここなんか意味あるんかい。ここなんかあるんかいね。寂しいねこれ。でもこの板を使えそうだな、なんかな。
いたよ。ここはまた落ちちゃうんだもんね。おい、じゃあ、たっぷい。エリクサーないな。ここは一応落ちてみる。一応落ちてみる。さっきなんか微妙な感じだったよね。水の底行けるんじゃないかみたいな。一応行ってみよう。あ、そう。あ、仕事しながらだったんだ。ご苦労様です。これでも、ちょうどあれだよね、仕事するのにもちょうどいいぐらいの音量だよね。あー、あれか、あれブランコしていくんかな。で、それ乗るためにこの扉行けかな。どう思う？こうしてさ、こうしてさ。やっぱ斜めに、これ斜めに置いてみるか。これがうまく置ければいいのかな。ん？ん？っていうかあっちから行けるよね。エイペックスと一緒にやってるからさ、なんか混ざるよね。四角ボタンを押したらドア開くんだけどさ、あー、いけないか。ああ、四角押しちゃったよ。これは右手を離したらいいのかな。ね、位置関係がね、ああ、ここはいけないもんな。こっちはそこいけないよな。いけるかな。ちょっと行ってみよう。でもいけるね、これ。ちょっと待ってね、考えさせて。滑るんだよ、ここ。滑るんだよ。ずっと動いていくから、一瞬でコマンド、こういうコマンドにしていかなきゃいけない。これはご利用しな気がするな。ご了承。意味ねえのかよ。意味ないな。ああ、意味ないな。こっちも意味ないもんね。あの、やっぱ板と。
これだな。あ、これじゃん。え、ちょっと待って、ま、もうちょっとアホじゃん俺。これじゃん普通に。いやなんで、なんでこれ気づかんかったの。めちゃくちゃこれじゃん。まあ一応ね、一応ね。あ、人んちの屋根で何やろ。煙突を見たら人が中にいました。よっしゃぜ、よっしゃ、探索探索。勢い殺されるの。よしよし、はい、ふわー、あー、ごめんなさいごめんなさい。園長ありがとう。園長よ、ちょちょちょよよちょ。で、壊しちゃったぜ。で、よいしょ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 。これもちょっと邪魔だからね。邪魔だから。ようこそ。うん、オッケーオッケー。延長したね、ありがとう。眠かったら寝てね。さあ人ん家入るよ。壺割ったりするよ。薬草勝手に持ってったりするよ。Thank you.
ション要素高いな。あれ持ってくの？あれ持ってくんか、普通に。ちょっと声小さめでやっております。チャイチーでやってます。まずここに届かない。なあ、それか。オフ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 。引っ張るタイプ。よいしょ。あ、あ、落ちる落ちる。ゲーマーだね。ダクソワン思い出すね。ダークソウルはね、面白いよ。あれは面白いよ。今ゴースト・オブ・ツシマが気になってるけどね。もうこれ以上ゲーム増やしたら本当にやばいから、もうやめとこうと思って。よっしゃよっしゃ、よいしょ。ほんでほんで、こうして、はい、よっしゃ、 OK。 なんかこんな駄菓子あったよね。またなんか面白そうな形してるじゃないの。これも動くの？テンテンのテンテン。これに反応できる人いるのか。あ、そう、ケーンキャンディー、キャンディーケーン、ケーンキャンディーだ、それだ。それそれ、あ、めっちゃすごい世界観。滑り台みたいになってる。これはこれはまた大変そう。まああっちには行けるけど。
朝クリっぽいんだ。あれが日本のゲームじゃないからね。あの剣キャンディーどうやって使うんだろう。わかったかも。あそこにこうクイッてこうかけてさ、ウィーっていくんかな。ぽいよね。ここの上に乗る必要があるのかな。まずなんかこの辺にあるすれば登る気はするんだけど、そっか、動いちゃうってことは乗れないんか。そうだよね。ちょっと一旦あっちに行こう。キャンディー剣を取っといて。キャンディー剣といえば、あ、ここだ。ここだ。持ってってもうちょっと長く持った方がいいかな。ふらふらふら、あーこれいけんの、これで。あ、いけるね。でもうちょっとさ、かかってほしいよ。かかってるかかってる。これで行くんだ。でもこれで行けるんかな。はい。もうちょいもうちょい左手離して、そうそう、はい、よっしゃよっしゃ。こう、あ、ハムスターのやつじゃん。ハムスターのやつじゃんこれ。回らんのかい、回らんのかい、回らんのかい。逆なら、ま、ああなるほど。そっか、その上か。こっちだと下がっちゃうんだよね。お、そういうことか。なんかこう繋がってんだ、紐が。ほんでここで離すとぐるぐるってなるってこと。ぐるぐるってなるってこと。ならんね。ちょっと考えさせて、ちょっと考えさせて。やあれはもう
紅茶っていうんだね。こんぐらいにすりゃいいってことかな。あ、わかった。わかったぜ。謎はすべて解けた。謎すべて解け。謎すべて解け。これをさ、こうしたらええやろ。こうしといてさ、こうしとけばさ、よくない？ああ、もうなんで外れんの？もうちょいもうちょい。そう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 。こうして置いといてさ、で、あげりゃ届くんじゃない？なんだろう、ここどうやんだろう。そういうことか。わかった。そっか。なるほど。とりあえず。とりあえず。こんなもん。しといて。よいしょ。受けたんでちょ。そうつかんでちょ。なんで。そうそうそう。そうそうそう。ほんで、つかんだつかんだ。そう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 。で、でいってジャンプができなかった。ジャンプができなかった。これでいけないかな。これが合ってる気が、合ってる気がしない。ああ、ありがとうございました。サイさんありがとう。操作方法が難しいんだ。よいしょ、いけいけ。
違うかな、こっから。あ、わかったかも。違うかな、引っ張れないもんね、これで。これでさ、かけてさ、さっきのやつをやってみよう。できるかできないか分かんないけど、さっきの案で。あ、でも石取ってになったからちょっとプレイ短くなったじゃない。こんな難しいことなのかな。さあ待ってね。ここがまずめっちゃ難しいわ。よし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 、あら届かない、届かないな。どうやんだろう、なんだろう、どうやんだろう、分かんなくなっちゃったよ。もしくはこれを使わないわけないんだよね、多分。これをどう使うんだろう、どっかにかけて上に上がるみたいな気がするんだけどな。余計なことしたんだけど、ちょっと一旦戻んないな。お豆腐をもう少し高め、高めか。高めにしといて、ちょっと高めにしてみよう。高めにしたら、さっきのジャンプはもう届かなかったもんね。一番高い状態でこれ。だから何っていう感じ。それっぽいけど絶対違う。今のかつてそれっぽいけどこんなに違うことはなかっただろうな。あら、気がついてくれた？これ気がついた？気がついたか。単純にちょっと上ぐらいでいけないよね。切りで。あ、違うかな。こうしといてさ、こうしといてさ、これグッて息をつけて、息をつけといてからの。これで斜めにしといて、無理かな、無理かな。ちょっと思ったのが、ここに捕まったとてダメだね。気がついた？気がついたか。ちょっと待ってね。いや悔しいな、俺基本的にこの頭硬いからな。難しいな。ちょっと待ってよ。延長ありがとうございます。すいません、つまずいてて、ちょいとつまずいております。ネズミを召喚して、一番下だ、一番下。
するともしかするぜ。違ったら、そもそもだよ、そもそも、そもそも、そもそもだよ、そもそも、もう発想変えてさ、あー、寝落ちしてた、いいんだよ、もう寝ていいんだぜ。これさ、ダメかな、これで壊せたもんね、壊れんな。こっち側は無理だとしてもさ、こっち側の壁なんか、こっち側のさ、この壁が壊れてた壁にも見えないことないんだよって思ったんよね。でもダメだね、引っ張れないし、振り子になるほどちょっと余力がない。これは困った。悪くないんだよ、引っ張る感じができるっていうこと、なんか発想として、あっ、かなり木動いてるぞこれ。ああ、引っ張っちゃった。で、下ほんで、下、よっしゃよっしゃ、変化起きた、変化は起きた。滑るね。ちょっと分かんないけど、分かんないけど、この石は下にあるべきじゃない気がする。どちらにしろ、この辺にしろ。よいしょ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 、いけるんだよ。そう、いけるいける、あとちょっとだから、あとちょっとじゃあ気合い入れろってダメか、ダメなんか、ダメなんか、よしよしよしよっしゃ、いった、なんとか上がったわ、なんとか上がった、あー、なんとか上がったわ、上がったわ。あとのことは全くわからないけど、とりあえず見てみようか、当たりを。こっちはなさそうだな。はあ、あ、滑り台のとこだ。多分これ乗り方違うよね、多分だけど。とりあえず滑り台がこちらを見ているので、押すタイプね、押すタイプ、滑り台にこいつだね。定まってないとダメかな。あのなんか欠けてるとこだよねきっとね。とりあえずやってみようか。とりあえず狙いを定めて、こんな感じかな。とりあえずやってみよう。とりあえずいけ、いったれ。
そうだよね。そうですか。そうだね、日本人の感覚じゃあちょっとないところあるかもね。いや、こういうとこね、行けそうと思っちゃうんだよ俺。いや、やめとこう。アイテムっていうアイテムもないしな、これ。とりあえずこれを、これで押してああくそ、難しいよこれ。そして、いや、でもここ登ったとしても、あ、そこの窓に行けんのか。それがルートっぽいね。状態のがいいか。これでそうだ。こうここからの瞬時にこう。いや、でもタル回っちゃうのか。わかったわかったわかった。この下の方を掴んでって。よいしょ。この感覚は慣れない。下向いたら下を、よし、これで。でもこれ倒れちゃうよね。あ、行った。よし、そういうことか。壁があると大丈夫なんだね。よし、めっちゃ難しいな、このゲーム。入ったものの、入ったもののけたちだけ。こっから来たもんね。ここ壊れてるのは何の意味があるんだ。なるほど、ここからまた行けということですかい。 In the sky? ここから行けってことですかい。いや、これかなりアクションだな。だとしたら飛んだアクションだよ。これは一筋縄ではいかん。で、2階に行けんのか、これで。
で、ここに何もなかったらどうすんの。あ、でもあるな。行ってみよう。だね。よっしゃよっしゃ、扉を開けるぜ。あー、おやすみ、またね。すごい長時間やってんの俺。これはどこに、あー、これが開いてんだ。開いた。開いたね。で、あっちには用はなさそうだよな。あっちに行ってみよう。連休とはいえかなり長い時間やってるから、眠かったらしっかり寝るんで、アーカイブ残すから、なんか自分がある程度見たところまで覚えとくとかするといいかもしれないね。うん。おー、ダークソウル感すごい。怖い。これさ、でもクリアな気がしないでもないよね。でも透析機とかあそこあるもんな。風車も行ってないもんな。全然全然この先がある感。わあ、やっぱりこれはこれで合ってんだね。え、ちょっとみんな起きてんのかな。これ64って書いてあるけど寝てんのかな。起きてる？もうちょっと真ん中辺を持った方がいいのかな。違うな、一回かけてから。よいしょ、かけて、かけて急に行くのやめてよマジで。かけたら急に行くなこれ。さては、なんで家やねん。いいえ、ポッチじゃない。やっぱあんまりみんなもう起きてないよね、さすがに。ほんで待ってっつって、嘘だろ嘘だろ、これは素敵な難易度。ここどこも、すげえ前じゃん。うわー、きっつ、きっついわ。でも今のルート以外ないもんな。いや、あるのかもしれないけど。板落ちてんじゃん。ふざけとるな。あ、
ウェイ。まあでもこれは案外上がるんじゃないかな、案外上がるかな。重いよねそうだよね、重いよね。じゃあお豆腐に寄るしか。こんなもんかな。お豆腐に。上がらんな。下の方持ってみるか。上がんないね。これどうしたもんかね。お？シーソーゲーム？シーソー級？ここを起点にしてシーソーってことか。違うかな。ゆかなこの歌。もうちょいなんかな。これでもいける気しないな。いけない予感しかしないね。だしさ、俺行ったところでさ、あれだよね、あのキャンディーケーンが落ちちゃってるもんね。作動しない。行き過ぎだって、行き過ぎなんだわ。違うな。いや違う気がする。違う空気がプンプン流れている。 OK、 ちょっと待って、ちょっとチェックポイントから。え、それ正解だったんじゃない？マジでこれ、それが正解だったんじゃない？上にいるけども、そしてアイテムも戻ってるけど、完全にこれだったじゃん。いや知らんからさ。いや物移動しすぎだもんね、ちょっとね。開いてない。ん？ちょっと開いてないっていうか、開いたんだよさっきね。あっち行ってないじゃん多分。行ってないよね。もう雑。すっごい開いたじゃんさ。そう。でももう2回目だから。サンキュータル。腕おかしくした。また腕おかしくして、ちょっと今日長すぎるな。いや連休だからさ連休だからちょっと調子乗っちゃった。調子乗っちゃって、そう思ったことある？本当に。またこっからかよ。まあいいや。
がっていけんだな。ちょっと持ち手を持ち手をあれして、え、いけないの？よし、これ大変だわ。よし、でここ開けて、ちょっと開けてあっち行ってみよう。
ちょっと待ってね。ほい。いやちょっと手が、そう。そうじゃない。違う、そうじゃない。延長ありがとう。このギリギリだろ、このギリギリで振り子っちゃってで、こうだろ。よっしゃ、なかなかいいんじゃない。途方もねえわ。ちょっともうちょそろそろあれだね、霧のいいとこでやめるわ。嘘でしょ。ちょなんか不思議な動きしとる。不思議な動きしてたぜ今。何これ、これいいじゃん。風車だ。いた。で、とりあえず。なんだこれ、これなんだろうか。ちょっと待ってね、地味に上がってるから。地味に上がってるね。地味にさ、いやダメだな。うん、ちょっと見えないな。おい、登れないのかな、そもそも。いや、いける。よし。おっしゃー。ひゃー。ちょっと待って、ここ何でもねえか、もしかして。何でもない可能性がある。いやー高い。何にもないわけない気がしちゃうんだよな。この景色が見たかった。いやー本当やね。もうもはやそれでしか解決できんね。さてじゃあ行こうか。フライハイ。よしよし。
子は、ここは何もないんかな。そっちに行くにはどうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだよ。あの高さからビヤってジャンプするっていう話なんかな。あの高さからダイブすればギリいけるみたいな。いける気しないよな。でもなんだろうね。よいしょ。うわーすごい。よう、どこも行ける気しないな。こっからどっか行ける？今のタイミングかな。あそこ相当発想だけなんだけどな。いや、ここだな、ここだわ多分。ちょっと行ってみるよ。ここなんじゃない、このピークポイント。ただ惜しいな。惜しかったんだけどな。振り子みたいに行けたら。行った。行った。これ相当発想だね。これは面白いわ。この下も、てか順路ここじゃねえな多分。順路ここじゃなさそうだな。異端だな多分。あの下の洞窟みたいなとこから行くんだよねきっとね本来。まあ行けたってことで。行けたものの、間違えた、ドアの前で四角押しちゃうわ。やば、もう4時じゃん。これもうさすがに、さすがに、いや今起きてる人は明日が仕事じゃないってことか。不自然。これは不自然だね。コロン。コロンだね。
ちゃ重い。あ、めっちゃ重いこれ。分かった。分かんないけど分かった。グレーのところは不自然だよね、どう考えても。ここ壊せるよね。壊せるとしても、あの重いやつ持ってきて板で、動いてるな、ずっと。待てい待てい。いや、そうじゃない、そうじゃないんだ。で、さすがにかな。あ、行くね、ギリギリ。ほんで、しておいて、止まって、よし。あ、違う、まあいいか。いや、これあ、逆に黒いのが視点、形的にも重すぎて飛ばなそうだもんな。うわ、腰いわす、腰いわすぞこれ。こっちじゃ飛ばない気がすんだよな。行くぜ。そうだね、これ逆だね。ただ壊れんのかなって感じするよね。そのThank you.
なんかでもポンって飛ぶ気しないよね、この高さだと。あーそっか、確かに壊すじゃなくて、もう壊すもなんかここに洞窟があるわけじゃないもんな、きっと。そっかそうなっちゃう。なるほど、普通にシーソーじゃなくて普通に、そうか、これはこれで正しいんじゃない、もしかして。これをさ、重しに使うわけよ。この辺に置いて、これがさ、俺のちょっとやりたい形にならない、ならん。あーそうか、もう一個止まるものが必要になってきちゃうな、そうすると。丸太をさ、そうです、この手前にやるってことよね。そう、さっき俺もそれやろうとしたら、もう一個重りが欲しいなって思ったんだけどね。ちょっと待って。これの重しになるわけだから。これでせき止めて、でも丸太転がっちゃうもんね。どうなんだろうこれ。お前お前、これで詰めてるか。
前に進まないな。違うぜ。あ、重り持ったまま乗る。いや、丸太が動く気がするんだよね。丸太が動かないように止めてたんだけど、丸太動かないか。それちょっとやってみよう。重い。まあずれたけど、いける。重いから。いいんじゃない？頼むぜ。ここがな。ここが大変な。おい。もう一回行くか。あー、くそ。これは際どい。あとちょっとなのに。あお。いけるか。もう あとちょっとだ。いけ。なんとかインチキできるのか、これ。ちょっと、いけ。よっしゃナイスアドバイス。いけた。これが正しいとはわからないけど、さっきので、でも一つ手段として合ってるね。さっきのやり方で、木のやり方で別に家でも良かったんか。いや、でもそこが一番低いもんね、やっぱね。よっしゃ。また。お。何かね、これは。このスノコはね、はい、気がついたら吸い込まれるように。勘弁してよ。嘘でしょ。合ってんのかな、あ、順路。上に行くって感じでもないもんな。でも意味がないわけないもんな、あれ。お、音楽が鳴っている。ちょっと下行こうかね。下行こう。
旦、ああなんかこれ、何これ、これもうゲームの特性上だと思うけど、ここ浮いてるもんな。空？ああ、やめてよ。でもなんかすごいね今のね。確かにさ、こうさ、暗いとこから明るいとこ行くとさ、ピカーって見えなくなるもんね。その感じ表現したのかな。ゲーム的感が役に立っているかもしれない。なんでこっち見てん、なんでこっち見てんだよ。ああ、これも気になるね。これもあっちにバタンだね多分。うん、やっぱり岩があるね。岩があるけど、そっちか。ん？この角度登れんのかな。うわ、登れないな。あ、登れない。登れないか。とりあえずあれを倒しに行こう。力引っ張る。それだいぶきついな。よいしょ、よいしょ。俺はどうしたもんかな。力か。よし、こっちから行ってて、
自分が飛ぶのかな。でもこの角度のまま行ける気がしないんだよな。意地悪そうじゃん。これ右手かよ。あっ、いや首こっち向いてるからどっちだか分かんなくなるって。あ、これは違うんだ。これダミーか。これ絶対嫌がらせだよね。こんなとこにこれあんの。これを通りにはって思うじゃんね。やるね。完全にダミーだよ。スッスッ。いやでもリングフィット面白かったなマジで。ボクシングのやつの方がどっちもめちゃくちゃやりましたよって人がのブログを見たら、あのボクシングの方がいいって言ってたね。痩せるにはルーティンにするには、なんかドタバタなっちゃうからきついって書いてあるんだけど、でもあのぐらいだったら全然いいけどね。体温測るんかい。ちょっともう一回しっかり。よし。いや体温上がる。ちょっと動いちゃってるしな。頼むよ。頼むぜ。頼むぜ。これやっぱ到着すると。よし GO。意地悪だね。たまらんね。意地が悪いだわ。なんかここに行きたくなった。ここで石がき石使うってこと。ここで完全にやられてるかもしれない。乱暴に行き過ぎたな。違うな。あ？ここ
が開いてんだもんね。もうこれいけないかな。なんて淡い期待を。ほい、はい、いけない。でも希望はある。ない。左を持ってみよう。右が上がるんだよ。もうちょいかな。おいしょ、おいしょ。キン。もうちょいだな。ちょっと実験的だけど。聞かないぜ。分かった。分かったよ。分かったのか分かんないけど分かったよ。さすがにそっか、ここの俺ここ乗り越えらんないよね。それかもう単純にあそこ狙ってポンだよね。だからちょっとやってみようか。ここちょっと離れた。おいやー、やるじゃん。めんどくさいんだぜそれ。ちょっと試していい？そうね、正解がなんかこう思いつくことで自分のなんかこう思ったことを一個一個やっていくって感じがちょっと面白いね、本当に。よいしょ。待って、全然見当違いなんだけど。上がらんか、さすがに。あー、そうですか、そうですか。でもこれ今の感じで、お、これどうなるんだろう。これちょっと行ってみようか。おい、キワキワだもんね。ここに行かなきゃ。上パターンあるかもしれんね。上パターン狙おうかな。その方が早い気がする。すごいゲームだね。面白いね。よいしょ、よいしょ。上に行く。やるね。斜めになったりするね。くそー。
そー悔しいですな。すぐにまっすぐ向かないとダメだな。本気だなこのゲーム。これいいね、ジャンプしてる。よしよし、さあ狙いを定めて、たれ、ずれるってないもんね。もうちょっと前だけど、それ以外ないよな。429だ、おめでとう。ダメだ、さっきのが奇跡だったんかな。ダメんで、あと15分か、あと15分でさすがに終わりにするからね。ベタにギリにまで行ってやってみようか。上まで行ったの何なんだろう。謎だな。え？てか角度変わるわ。角度変わんないと思ってた。変わる。板で、実はそうなのよ、板で行ってもいいんだけど、きたきた感がね、欲しいとこだよね。
ついてちょっとね落ち着いてね、落ち着いて考えよう。落ちてすぐ掴む。よし、いった。掴んで、よっしゃ、入った。面白い。サプライズしかない、サプライズでしかない。いや、右行きたかったけど、そんなことある？そんな周知あります？